どうも、ダッチです。さあ、今回はですね、こいつ、Amazfit GTS2 ですね、使い始めてそろそろ1週間ぐらい経ちますので、じゃあ実際こいつどうなのかね、買う価値があるのか、買っても大丈夫なのか、ね、次の皆さんのお買い物の参考になるようにですね、徹底的に分析して、丸裸にしていきたいと思います。で、早速本題に入っていくんですけど、今回の動画の内容こんな感じになっております。もうサムネイルでも気づいた方いると思うんですけど、これをね皆さんにどうしてもね紹介したかった。これはい、もういっちゃいます。ドン、はい、見てください。ゴールドカラーをですね手に入れてしまったんです。これはちょっとやばいですよ、うん、でもね、実際にも開封して いきたいと思います。はい、こんな感じです。どうですか。いや正直ね、中身はねもう全く同じです。うん、あの梱包内容も同じだし、あの何中身のソフトウェアも全く同じなんですけども、このデザイン、うん、デザインだけどうしても見たかった、どうしても欲しかったんで、ちょっとゴールドはね自腹で買って、このブラックはちょっと家族にねプレゼントにしたいと思ってます。どうですか。やばいでしょこれね、超かっこいいんですよ。やっぱ GTS2 はもうゴールドだよね。うん、ちょっともうこれ見ちゃうとね、もう黒がもう全然へっぽこに見えるよね。うん、めちゃくちゃかっこいいし、このバンドもねまた活かしてるんだよね。ひっくり返すと、はい、こんな感じなんですよ。ひっくり返すと黒になってるんですよね。これがちょっと残念なんですよね。並べるとこんな感じで、ね、黒と一緒にね、はいっていう感じ。だからもう中身は変わらないですけど、こういうのもあるよって。ちなみにこれ Amazon.com ね、アメリカの Amazon で買いましたんで、リンク貼っておきますんで、ぜひ気になる方チェックしてみてください。で、じゃあ早速ね、うん、次の項目いっていきたいと思います。はい、心拍測定の検証をね今回もしてみました。これなんですよね、うん、皆さんも気になってるところだと思います、うん、この結果によって買うか買わないか、決まる方もいるんじゃないかなというふうに思います。まずはポーラー H10 の、結果ね、こちらでございます。いいよね。はい、じゃあ次、運命の瞬間でございます。はい、Amazfit GTS2 果たしてどうだったのか。はい、いきます。 3,2,1,GO! バーン、デレレレーン、はいはい、ということでございます。あれれって感じなんですよ。だからね、何なんだろうな、すごい個体差があるなっていう印象ですよね、Amazfit シリーズ。うん、だから最初はいいんだよ。最初ほら、最初4分ぐらいまではいいんだけど、4分超えたところからペースを落としたというか歩いたんですよ。そっからストンとこうさ下に落ちちゃってるんでね、もうでそっからもう全然追従していない。だからこれなんでなんだろうな、バンドがしっかりと締め切ってなかったというか装着されてなかったのかなとも思ったんだけど、しっかりとね今回気をつけてかなりきつめにつけたつもりです、スマートウォッチでね。でちなみにこれ先日レビューしたどれだっけ、どこ行った俺の愛しの、はい、愛しのAmazfit X ちゃんね、これも一緒につけて測定してみました。で参考に見せますね。はい、こちらです。こちらがAmazfit X ね。Amazfit X 精度高いよね。はい、ということでまたね、さらにあれからね1日経ちました。ちょっとくどいかな。でもねどうしても気になってしまって、こういうの一回気になるとね解決するまでちょっとね俺調べたくなっちゃう性分なんですよ。でやっぱりねこうやって発信するからには皆さんにねできるだけ正確な情報を届けたいっていうのもあるし、やっぱり参考になるんで情報を届けたいっていうのがあって、ちょっとね一晩調べてみました。結果謎がね自分の中で、ね、解けた気がします。要はなぜこんなにばらつきが出てしまうのかね、大きな要因っていうのはね5つです。5つ、はい。一つはそもそもその光学心拍センサーというその構造上の問題ね。もう圧倒的にチェストベルトタイプの方が精度はもともと高いんですよ。でどれくらいの差があるかっていうと、これはねガーミンっていうブランドのウェブサイトに載ってたんですけど、チェストストラップ型の心拍センサーとの誤差っていうのは 90% の確率で 5% 以内にとどめるのが限界ということなんですよね、光学心拍センサーはね。だから10回やって9回は、5% の差が出てしまうものなんだと。でプラス俺がね盲点で、かつあこれが原因なんじゃないかなっていうのを思ったのがこれね、環境的な要因、うん、要は
あの寒さです、寒さ、うん、寒いとあのしっかりとデータが取れないことがあるということなんですよね。要は、血液の量の増減をもとに心拍測定をしてるんで、高額心拍センサーっていうのはね、寒いと人間の体っていうのは血の量をね、心臓の近くにあの集めようとする仕組みになってるらしいんですよ。てかそうですよね。だから冷え性の人とかさ、あの手が冷たくなったりとか足が冷たくなったりとかするじゃないですか。だからそれが原因で寒いと手首の周りにある血液の量っていうのが少なくなって、代わりに心臓の方に血が行っちゃうので、どうしても心拍測定の精度っていうのは低くなってしまう。でガーミンはじゃあどうすればいいかって言ってると、測定を開始する前にウォームアップをしてくださいと、ウォーミングアップをして体を温めてから測定をしてくださいということを言ってます。だからこれはね、あの俺の中での反省点ですね、うん、今までまあ、ここはね全く意識してなかったです、うん、正直。で2つ目、これ付け方ね、うん、正確に着用できていないという点。だからいろいろ調べたらね、きつすぎてもダメみたいです。で、要はその血液の量の増減を見てるから、高額心拍センサーっていうのは。だからきつく締めちゃうと血が流れにくくなっちゃうんで、測定がきちんとできないよ。で逆に緩く締めすぎると、それはそれで、光がきちんと血液の方まで届かないので、いかんよと。じゃあどれくらいどれくらいきちんと締めたらいいのかというと、これなんですよね、うん、時計を動かすと下の肌が軽く引っ張られるようになるという、非常に分かりやすい。で加えてセンサーが汚れてると、それはそれで計測できないことがあるようなので、運動する前はきちんと拭き取るということも大切みたいです。まあ、あとはこういった、手首の屈曲、手首をこう大きく曲げたりとかするような動作っていうのは、それもさ、こうで血の流れが悪くなっちゃうんですよ、こう。だから走ってる時も多分そうだよね。こういう動きをさ、あんまりしすぎちゃうと、それはそれで血の量が滞っちゃうからあんま良くないということ。で、プラス最後に、肌の色ね。肌の色が濃くなれば濃くなるほど、光が照射されにくいということなので、これも一つ大きな要因。これだけで非常に複合的な要因で、非常にまあ繊細なセンサーだということなんですよね。まあ、だからこういったね、条件を踏まえて再度ね計測し直してみました。その結果こちらです。はい、非常に非常に正確になりましたね、うん、これで謎が解けて、あ、そういうことだったのかということね。まあ、だから今まで測定できてなかったのは何かという要因は、正直ね、複合的すぎてわからないですけど、しっかりと条件が揃えばこれくらい正確な数値が出るということが分かりましたね。よかったですよね。でちなみにアメイズフィット X でも測定しました。こんな感じ、うん、いいよね、きちんと出てるよね。いや、よかったよね、うん、これが1回目ね。で念のため、しつこいようですけど、もう1回測ってみました。こんな感じです、はい、これ GTS2 ね、うん、しっかりと出てるということです。で前回 GTR2 でも、検証したじゃないですか。で GTR2 結構精度悪かったので、前回ね気になったので、今回は AmazeFit X ではなくて AmazeFit GTR2 でやってみました。こんな感じです。うん、なんかね GTR2 はね精度が悪いんですよね。だからこれもわからん、一概に個体差と言ってしまうのは安直な気はしますが、一つ要因として考えられるのは個体差か、もしくはそのさっきの話でさ、高額心拍センサーの精度っていうのは 90% の確率で 5% の開きが出てしまうということなので、もしかしたらもうたまたま、今回はこういう風に出てしまったという可能性もありますよね。正直今まで検証してきたのってさ、シャオミと、もしくはアミズフィットシリーズだけなので、ここら辺の再現率ね、要は、精度の高い検出ができる頻度が高いスマートウォッチはどれなのかっていうのを、他のブランドメーカーで一緒に比較してみたいですよね、うん、だから他のメーカーで比較して再現率がこれくらいなのであれば、アミズフィットシリーズは精度が高いと言いますし、こういうのもねやっぱ気になるよね。ということでかなりね長くなってしまいましたけれども、続きをどうぞ。で、24時間測定し続けた心拍数の数値はこんな感じになってます、はい、測定自体はきちんとできてるし、安静時心拍数もきちんと表示されてるんですけど、だからこれもう何度も言うけどさ、だから何度も言いすぎてもう言いたくないんだけど、もはやね、この計測頻度を30分間ごとにしちゃうと、こういうふうに針状になっちゃうんですよ。でなんかね、昨日
ツイッターの方で視聴者の方からコメントをいただいて、なんかファームウェアアップデートが先日あったんですけど、そのファームウェアアップデート後というか以降、針状になってたギザギザは解決されましたよみたいなコメントをくれた方いたんですけど、俺のアプリはね、一応これアプリ最新ですけど、引き続きギザギザになっちゃってますだから分かんない、もしかしたら何修正されてる人もいるのか、だからここら辺もよく分からないよね。だから人によっては改善されてて、人によっては改善されてないみたいなさいや分かんない、そういうのもあったりとかするのかな。あ、すみません、そう忘れてた、GPS の精度ね、 GPS の精度検証も今回、やってみました。こんな感じになります。ボン、はい。このデータは今見てもらった心拍測定のデータあるじゃないですか。あれと同じ、エクササイズね、をした時の、トラッキングデータになります。こんな感じになってます。うん、いいんじゃないかな。うん、きちんとトラッキングできてると思いますよ。まあ、細かいとこ言うと、こういう風にね、若干、実際に走ったところからずれちゃってるところはありますけど、要はその、道から外れちゃってる、うん、なんか畑というか、その、実際に走ってないところにずれちゃってるところもありますけど、こういう風にね、カーブのところとか特に。うん。だからカーブに弱いのかな。まあ、ただ、道筋はしっかりとたどれてるから、まあ、いいんじゃないかな。で、次、項目、3つ目ね。はい。睡眠の記録でございます。早速見ていきましょう。こんな感じですね。はい、ポン。1週間以上使いましたけど、計測できなかった日は1日もないですね。うん。だから睡眠の記録に関しては改善されたんですよね。かなり精度も正しいと思いますよ。うん、割と正しい、本当に睡眠の記録は、うん、俺好きなんですよね、アメズフィット X。 アメズフィット X じゃねえ、アメズフィット、うん、で次、はい、4つ目かな、はい、これなんですよね、大きな問題はここなんですよ、俺が言いたい、はい、バッテリーね、バッテリー、バッテリー持ち、もう結論から言っちゃうと3日間かな、持って3日かな、まあ2日か3日って感じかな、うん、でしかもこれは、心拍数の検出頻度を、30分間ごとにした状態で3日ね、うん、だからこれは前回の開封&ファーストインプレッションの動画でも言ったんですけど、結局変わらなかったです。これはね、謎ですよね、うん、一応、公式のアナウンスメントだと、バッテリー容量が 246mAh でバッテリー持ちは7日間ということになってます。でその、バッテリー持ちの条件の中にもちろんですけど、通話の時間が30分だったかなとか、あと音楽再生の時間とか、あと GPS の使用とかが、条件に入ってて、でもちろん、心拍測定の検出頻度は30分間ごとですけどね。で7日間なんですけど、特に今回ね、俺1週間音楽再生は一切してません。うん、今日は GPS、まあ、10分ぐらい使いましたけど、それ以外は1回も使ってません。うん、で通話もしてません。で、心拍測定の検出頻度は30分が5と。で、3日かな。だから、ちょっと減り早くねって思うんですよね。うん、ちょっとこれはね、いかん。うん、これはちょっと買い物にならないというか、まあ、3日だったら3日って書いてほしいですよね。いや、いいけど別に3日でもっていうこと、うん、ふうに俺は思います、はい。うん、ちなみにね、総評ね、俺の考えを、まとめると、もうね、一言で言うと、なんていうのかな、これだったら別に全機種の GTS でよくねって思うんですよね。うん、やっぱりなぜかというと、バッテリー持ちなんですよね。バッテリー持ちが、やっぱもともと前機種の GTS が14日間だったものが、今回 GTS2 になって7日間になってしまっている。ここでそもそも1週間短くなってしまっているということがあって、で、実際に使った、何?アクチュアルデータが、3日間、まあ、そのスペック値の7日間の半分ぐらいしか持たないということになると、もうこれ GTS でよくねって、プラスしかも今、Amazon Alexa が対応してません、うん、でこれはいつ対応するかわからないっていう点と、あと音楽保存ね、特に俺は個人的な話なんですけど、音楽保存全然してないんですよ。だしあんまり必要性感じてないし、あとその通話ね、うん、Bluetooth 接続下における、着信が取れるってやつに関しても、まあ特に俺はあんまりそもそもその通話機能に関して必要性を感じてないんです、スマートウォッチのね。うん、ってなると、大きな違いっていうのがないんですよね。なんかプラスになってる部分、うん、良くなってる点っていうのは、
何ちょっとデザインが改善されたぐらいかなっていう、あとそのぬるさく度よりこう何このカクカク しなくなってるの、フレームレートが上がってるんでね、ぬる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 動くようになってるっていう点、あとその SPO2 か、うん、SPO2 とあとストレスチェックが入ってるということで、だからいい点というとそのそれくらいなんですよね。ぬるさくになってる、あと SPO2 が追加されてる、あとストレスチェックができる、あとちょっとデザインが良くなっているのも、これは完全にあの趣味思考の問題になっちゃうんで、まあそこら辺はね個人のあれですけど、で約まあ1万円ぐらい上がってて、1万9000円とか2万円ぐらいするってなると、これだったら GTS でもいいかなっていうふうに思うんですよねっていう感じ、まあ、もしくは GTR2 ね。 GTR2 は丸型になりますけど、バッテリー持ちが標準仕様、まあ、スペック値で14日間持つので、でその他の機能に関しては全く同じなんですよ。で値段も同じということなので、うん、これだったらまあ丸型の GTR2 の方がいいんじゃないかなというふうに俺は思います。はい、ということでね、今回はこんな感じになります。前回のね、開封&ファーストインプレッションの動画見てない方はぜひねチェックしてみてください。そちらの動画ですね、より詳しくどういう機能がついているのかとか解説してます。でプラスこれね、あの丸型の方ね、うん、GTR2、うん、俺こっちの方がね個人的には好きなんですよ。これに関しても開封&ファーストインプレッションと、あと1週間使ったレビュー上げてますんで、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、ということでこんな感じになります。じゃあまた次の動画で、ね、お会いしましょう。バイバイ。はい。